はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです、では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。で、少しだけですね進めさせていただいて、観音寺までは取ってあります。まだ安土に改名はしていないんですが、一応安土城ですね。で、一応ですね、今武田と国境を接しているというのが一つと、あとは家康ですね。家康も国境を接しているんですが、まあ、家康に関しては同盟中なので、まあ、特にね、気にする必要もないかなとは思うんですが、まあ、一応こういう状態だということですね。で、北はというと、まず一つは上杉、さらには神保家ですね。で、神保家は上杉家に従属しているという状況です。で、あとは小谷の浅井、まあ、この辺りとも同盟中ということで、まずはですね、少し今後のことを考えて武田、それと上杉、この辺りとは吉見を通じておきたいなと思っています。で、信長本体はというと畿内一円の制圧を目指していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。光秀はちょっと兵を補充しておきましょう。まあ、毎月1日になるとね、お金が増えてきますからね。ちょっと待ってくださいね。ここは筒井順慶の軍団と三好の軍勢が戦ってますね。まあ、ここにはうまく介入をしていきたいな。で、6000円入ってきたのでこのお金を使っていきたいですが、大垣城藤鷹も期間中でしょ。そうすると森吉成は在住か。そしたらまず表情開いで親善の大使を送りましょう。結構金かかるな。上杉ですね。他はいないか。年家は今神殿開発中か。となると、まあ、信長の方から一人一番、そうだな、戦闘力の低い武将を出すか。常置だな。よし、じゃあ常置を親善で送りましょう。まあ、武田ともね今戦闘するわけにはいかないですからね。これでお金が底をついたか。で、利家はというと徴兵入れときましょう。しばらくね利家の出番はないかなって感じもしますけどね。で、この間にというわけではないんですが、常置がちょっと出陣できないんですが、9000の軍勢を持って一旦この牧島を攻めてみましょう。三好と海戦という形ですね。まあ、三好家に関しては潰しておかないと、今日大阪あたりがね制圧できないですからね。で、三好の軍勢9000が、いやー結構強力な軍勢だな。これは9000っていう数はバカにならないね。で、飯盛山に入ろうとしてるんだな。で、上杉に、そして武田にお金を2000ずつ献上です。
したらここでどうだ、一旦兵を引きますか。まあ、この繰り返しになるかなとは思うんですが、まあ堺はどうしてもね、やっぱ抑えておきたいところにはなるし、できればね、一度三好家の主力部隊と戦闘を交わしておいて、そこで一気に雌雄を決したいなというところではあるんですけどね。ちなみに制作がですね、かなり全部高額なんですよね。ちょっとね、見るだけ見ると、鉄砲研究に始まり幕府開設まであるんですが、まず幕府開設に至っては50万、これは気が遠くなるような数字なんですけど、鉄砲研究も5万円ということで、これもまたね、非常に気が遠くなる話で、背面強化側面強化はまあ1万4000ということで、まあ、多少ね手が出しやすいかなと思うんですが、やっぱりね背面側面に回り込まれない前提で戦っていきたいので、どうしてもね最初にやりたい内容っていうと、この中で言うと刀剣強化、騎馬侍足軽の攻撃力を上げる、あとできればなんですが兵の分離ですね。この辺りはねやりたいなとは思うんですけどね。兵の分離すると士気の回復が早くなるっていう話というか政策なんで、まあ、その分兵を出せる回数が増えてくるかなということで、非常に魅力的な政策なんですよね。さあでは出兵していきましょう。そしたらまた一度止めて、藤鷹にまずは例によって親善の大使になってもらいましょう。あとは森長吉も徴兵しておきましょう。であと利家ですね、利家も徴兵を入れておきます。新規に雇った武将はね兵がゼロになってるんで、まあ、ちょっとなかなか難しいところですよね。で三好の軍勢は一度兵を引いて、ここで筒井順慶の軍勢と戦闘中か。そしたらここで一旦兵を引くか、危ないからね、戦闘になるわけにはいかないので一旦熱田に引きましょう。間に合うか、鉄兵が間に合うか、ギリギリ間に合ったね。
で一部の軍勢が京に入ったな。で上杉にも金を渡しましょう。一部の兵は京に、さらに昇竜寺城、三好は結構軍勢頻繁に動かすね。こうやって見てみると、上野城でも取っときますか先に。そしたら、ただ上野城もね、なかなか総兵力2万5000でしょ。何度も何度も削らなきゃいけないので、理想は北畠が上野城を攻めて攻めて攻めまくった挙句、最終的にこっちが漁夫の利を得るっていうのが一番いいんですよね。今北畠は攻められる城といえばこの伊賀上野ぐらいしかないんで、直近でね攻めてくれる可能性って十分にあると思うんですよね。80まで回復しましたね。あと5日ほどで回復しそうです。そしたら出兵していきましょう。そうしたらまた例によって、お、光秀もついに金が満帆になったな。お、森永吉も森か。あ、金がなくなってる。あっという間だったな今回は。まあしょうがないね。さ、敵の主力が動いてきてるな。飯盛山に移動中か。飯盛山からいつ牧島に攻め込んできてもおかしくないね。70を切ったら一度撤兵しますか。おっと、敵の主力がこっちに来るな。鉄兵が間に合えばいいんだけど、間に合わなかったか。ここで敵の軍勢と戦闘か。厳しいね。士気が低下してるってどれくらい低下してるかだな。うわ、結構低下してるな。そしたらちょっとね、あんまり使いたくない手ではあるんですが、味方の本陣を前面に出す戦いにするしかないかな。なんとかここは踏ん張るしかないからな。
騎馬隊の突撃。槍ミスまで守りを固めましょう。よし、飛ばされなかったね。よく踏ん張ったというところかな。そしたら一部全員使っちゃいましょう。士気を回復しないと削られてしまうんでね、しょうがないですね、こればっかり。信長も三段打ちを発動して時間を稼ぎましょう。で、味方の本陣の鼓舞も使っちゃいます。で、勝家も騎馬突撃を使って仕留めにかかりましょう。本陣をちょっと一回下げないと危ないな。各戦線で苦戦が続いてるね。長秀がここで敵を撃ってくれたか。そうすると次は勝家をちょっと下の方の救援に回しましょうか。よし、なんとか敵を減らしましたけどね。ここに関して言うと、ただどうだろう、信長の本体が壊滅したんで、鉄砲隊がね壊滅したというのはちょっと痛いな。お、星名からこは金5000を回収したか。これはでかい、非常にでかい。回収したのは大きいですね。そしたらちょっと一旦止めて、信長が壊滅したんで信長の徴兵を至急やらなきゃいけないなっていうのと、有効度が武田家に関しては48まで来てますね。じゃあ上杉は30なのか、まだまだだな。一旦表情を開いて、まずは神前ですね。ちなみに、同盟を結ぶのはまだ無理だね。ってことは先に武田と同盟を結んでしまった方が多分いいかな。なので武田に親善を送りましょう。
で、あとは徴兵ですね。失った兵をちょっと回復させてあげないと。ただね、三好の方もだいぶ大ダメージを受けてるはずなので、いやーこれはね結構時間がやっぱりかかりますね。しっかりプレイしていくってことを考えると、で信玄ですね、ここで飛車を送って金を送っていうことが61まで来たな。60まで来たらどうだ、同盟結べるんじゃないだろうか。ちょっと同盟結べるかどうか試してみましょう。政治が高いのはこの中で言うとどうだ、秀吉はもちろん高いんだけど、信長自らちょっとじゃあ同盟結べるかどうか確認しますか。まだいないか。同盟は結構敷居が高いですね、こうやってね見てみると。では親善の大使を送っていきましょう。信長自ら行くっていうんだからね、文句はないでしょうということで、まずは上杉、さらには政治が高いところで都市長秀かな、岩長秀に行ってもらいましょう。長秀には武田ですね。さあこれでお金が2700なので、徴兵ですね、徴兵。あとはもう信長だけだな、兵が回復してないのは。まあ、信長のところはね壊滅しましたからね、部隊が完全に。朝倉からの借金援助か。まあ、朝倉は今国境接してないので無視だな。さあそしたら信長はまだ兵を回復してないんですが、一旦出陣していきましょう。まあちょいちょい削っていかないとね、やっぱり。で長秀ですね、信玄のところに着いたので、これ信玄との友好は71まで来たか。71でもきっとまだ同盟結べないのかな。戻ってきたらちょっと同盟結べるかどうか確認していきましょうか。さあそしたら一旦兵を引いていきますか。まだ73あるからいいか。よし、ここで一旦兵を引こう。まだ70でも同盟結べないんだね。
さあ1日になったので、ここでちょっと本当に同盟できないのかな。まだいないか。いや結構シビアだな。おっと、しかも2000まで金をすり減らされていると。では出兵していきます。信官が元服した。全く必要ないな。ここで戦闘になったが、どれくらいの兵力差があるかというと、あんまり差はないな。差はないものの、あとは軍勢の士気だな。士気もあんまり減ってない。よし、ここは一気に三好を粉砕しよう。さっきも劣勢の中うまく戦いましたからね。ここもただ本陣を使うしかないな。劣勢ではあるので兵の数でいいと。まずは横一列に並んで敵の出方を待ちましょう。忍者屋敷があると敵の陣形がね分かるんですけどね。ヒデがちょっとピンチになりそうだな。こうなると、おっと鉄砲隊がいる。荒木村重鉄砲隊か。これは想定外だな。しょうがない。兵を前に出していくしかないですね。まず荒木村重の軍勢を完全に打ち減らして、こっからだな。敵に後ろに回り込まれてるな。これがちょっとまずいな。騎馬隊をちょっと早めに移動させて、騎馬隊で救援に向かいますか。で、ここでツネちゃんのところに槍ブスまで騎馬隊の突撃を防ぎましょう。だあ、多少は吹っ飛ばされたが、まあしょうがないね、これは。でだ、ここからなんですよね。後ろに回り込まれると、兵のすり減りが早いので、いち早く騎馬隊で救援に向かいましょう。
長いヒレがピンチだけど、なんとか持ってくれれば。よし、粉砕したね。よし、あとは突っ込めーとするしかないね。まあ、なんとか損害は最小限で済んだんじゃないかな。あとは追撃がどんだけ効くかですね。まあ、追撃できるだけしたいからな。よし、だいぶ減らしましたね。1万いた軍勢が3000ぐらいまで減らしたので、御の字でしょう、これは。で、利家と信玄の話です。いや、でも信金いらないなとかって話してたけど、信金の線が入ってくれなかったらちょっと危なかったですね。陣形とまた三好が地味に戦ってくれるな。で、義明の話か。まあ、今日に入ってもいいんですけどね。今日に入ると結構ね、急転直下の展開になるんで、できれば三好をもうちょっと駆逐してからにしたいんですよね。さあ、1日になったらすぐに一時停止しないとまた勝手にね、金を使い始めるんで、まあ、あの自動内政をやめろって話なんですけど、まだ同盟できないのか。同盟って相当必要なんだね。そしたら爪置きかな。爪置きに、行ってもらい、さらに、信金、いや、政治が高い部署がいいから、いや、小一郎だな。小一郎に行ってもらいましょう。小一郎には、上杉。で、肝心の、出兵できるだけの軍勢が整ってるかってとこなんですが、徴兵を入れておきましょう。で、同時に線まで回復してるので一旦牧島に出兵しましょう。まあ、ちょこちょこ出兵してね、ちょこちょこ削っていくってことをしないといけないですからね。さて、敵は集結をしているので、ここは一旦兵を戻しましょう。
いや、なかなかね、思うように進まないですよね。さあ、そしたらもういい加減同盟結ばしてよ。まだダメ？同盟って何？1000ぴったりとか、100ぴったりとかになんないとむしろ結ばせてくれないのかな。結構そうなるとね、面倒ですよね。さあ、ただこれで武田に関してはもう完全に1000になるでしょうと。いうところまで持ってこれたので、信長自らまたじゃあ上杉家に行きますか。足しげく通いましょう。ひたすら外交でしのぐっていうね。よし、これで信玄に関しては100になったでしょう、完全に。で、謙信のところにも入ったので、一旦これでじゃあ兵を引いていきましょうか。士気も完全に下がりきってますからね。いや、一つの城を取るのにやっぱり結構時間がかかっちゃいますよね。おお、しかも準慶、それはないだろう。マジか。準慶に横取りされそうな気だな。気だなというか感じだな。金が入ってきて、島左近が撤退してったので、よし、これはチャンスだな。では、まずは秀吉に例によって同盟だな。もう同盟できるのは前提になってるんで、誰でもいいな。信神にしよう。ちなみに北畠とは今どういう関係なの？北畠とは通常状態か。ってことは先に北畠片付けてもよかったといえばよかったんだね。まあ今更ですけどね。んで、続けて、親善。で、横取りされる前に、
牧島城を取りましょう。出てきたの、これはありがたい。ちょっとね時間長くなってるんですが、もうちょっとだけやらせてくださいね。まあ、これはもう完全に片付けましょう。型をつけましょう。なんかスーッと終わっちゃいましたけど、まあ、これでよしとしてだ。敵の本陣はね削る意味はないので、これでよしとしましょう。よし、牧島を取って信玄とも同盟ですね。何？いやー、同盟結べなかったか。頑固だな、なかなか。さあ、じゃあ次の標的は飯盛山城にしていきましょうね。なんかめっちゃ人が映ってきてるけど、何、どういうことこれ。はい、ではちょっとね時間がいい加減長くなりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回飯盛山城、まあ、引き続き三好攻めですね、やっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。